まあ、こういう始めは大変だっていうもんで来てるんで、うん、当初はそんなではなかった。だから土地の部分だとか、目に見えない部分でやっぱり違うので、そっちの方が結構大変だと。土地はだから農協青年部のメンバーの人が、この家、実はね、6軒ね、はい、もう家を、空き家を用意してたんですよ。それで、まあ、あとは家族連れてこいと、うんうん、家族連れてきて、この6か所のうちどこがいいかということで、まあ、ここかここって最終的に今住んでる。もうそれ初めから、ずっとこの仕事してるつもりはないみたいなこともちょっと言ってたから、うん、だからまあしょうがないっていう感じだったんじゃない。金はそこそこあったんですよ。少しは持ってて、ただこっち来てそれ使ってしまうとなんで、まあ、ずっと使わないで、今の住んでる家を、まあ、買うっていうか譲ってもらう話になった時にそいつポンとあった。なるほど。でこっちこういう時関係には全然使わない。でもこれをするのやめるとか、はい、そういうのってないんですけど、でもこういう仕事だとね、やめたりもうそれに突っ込むとかそういうのを決めなきゃ、そういうのはやっぱり自分をそのなんていうの、支えてくれる人を、まあ、最低でも一人が必要。だってここでこういうとこだと自分でってできないじゃん。当たり前、一人でやってるつもりだけど実は一人でやるではなくて、そういうふうにはやっぱり大事だと思うんですよ。一人孤軍奮闘っていうのは俺に対しては悲しい気持ちとしては。周りの人に合わせる必要は俺はないと思う。だから周りの人があいつあんなことやってて大丈夫なのかなと思いつつも、まあ頑張ってんだからなんていうの、応援してやろうとか見てやろうとかいう気持ちになる人をやっぱり作っておくっていうか、捕まえておくっていうのは大事だと思う。